焦燥とは、律令制において、中央、地方の官画や寺院など公的な施設に設置された、穀物や財物を保管する倉庫のこと。中央においては、大蔵省に、祖様町を治める焦燥があり、地方では、当初各軍に省税を治める焦燥があり、軍事により管理運用されていたが、やがて管理運用権が、国史に移管され、多くが、国府に移設された。 形や収納物によって様々な種類があり、形状別では、高倉、円層、長倉など、側壁の構造別では、高層、角、倉、板倉、丸木層、土層など、収納物別では、不動国層、栄層、俗層、塩層などに分けることができる。なお、側壁に用いた木材が倉の四隅で交差する。構造をした倉をあぜ倉と呼称するが、 これは壁材の木材が三角形構造をした構想においてよく用いられ、後世には両者が混同されて構想構造をした倉庫を特にあぜくら作りと呼ぶようになった。大規模な焦燥になると一定の区画に複数の焦燥が築かれて塀などで囲まれた区域が置かれることがあった。これを焦燥院と呼ぶ。東大寺の焦燥院ももともとは数棟のあぜくらから、 なっていた。祖や小税など関東を収納する焦燥は、国の管理下で軍家に付属して置かれるのが通例である。しかし、出雲国風土器によると、大軍では、山国号、舎人号、山城号、廃止郷に分置されていた。そのうち山城里の焦燥跡とされているのが、松江市、大場町の断言遺跡である。8世紀、9世紀。 9世紀後半から10世紀の3期の建物群が検出された。出雲群は漆春里、美団郷、陰子群は三屋、郷、須佐郷、来島里、三田群は三沢郷、横田里、大原群は八代郷に分置されていた。日向国などでは焦燥に基づき、群と並ぶ行政区画として陰が置かれた。後に、地名。 さらにそれに由来する名字として存続したものが多い。ありがとうございます。